ゃんとあそぼどうもありがとう。とっても嬉しいわ。みなさん、こんにちは。私は歌遊びのお姉さん、いちごクラブのあーちゃんです。どうぞよろしくお願いします。この番組ではお家の中で親子で楽しめる歌遊びやお歌を紹介しながら一緒に遊んでいきたいと思います。それでは早速一緒に遊んでみましょう。まずはじめはお家中散歩です。お家中散歩とは、今見てる画面を見ながら一緒に散歩をしていく遊びです。お散歩はこのようにその場に立ちます。自分の目の前にテレビやこのような映像が見れるものを置きますよ。この映像からはお散歩風景が流れてきます。なのでその場で足踏みをします。その時のお子ちゃまは年齢に合わせて抱っこして、歩けるお子ちゃまは手をつないで歩いたり、抱っこ紐で抱っこしたり、おんぶしたり、肩車をしたり、自由に楽しんでくださいね。あ、ご紹介が遅れました。こちらは私の相棒、9月生まれなので、どんぐりこちゃんと言います。仲良くしてくださいね。それでは、何か発見できるかな？お散歩行ってみましょう。レッツゴー！ちに。蝶々さんが飛んでるよ。誰かが泣いたね。誰だろう。こんにちは。恥ずかしくて隠れちゃったかな？声が聞こえなくなったよ。また会えるといいな。誰の声だったんだろう。さあ進もう。あ、蝶々さんだ。少し立ち止まって、右を見てみるよ。木があるね。お、鳥さんが飛んでる。緑の葉っぱ。上を見上げて、白い雲。青い空。進むよ。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。
おやおや、道が二つに分かれている。止まるよ。1、2、1、2、1、2、3。右と左どっちに行こうかな。これで決めよう。どちらにしようかな。神様の言う通り。あ、こっちだった。右側だね。じゃあ今回は右側行ってみよう。お、ベンチがあるよ。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。お、今度は長い橋。ふふ。川があるね。落っこちないように真ん中歩こう。あ、少し止まってお花を見よう。綺麗なお花だね。さあ進もう。今日はここまで。あーちゃんを探そうで遊ぼ。お散歩楽しかったね。ちょっと座って一休み。あーちゃんパペットを探してね。なんだなんだ、これなんだで遊ぼう。いろいろおもちゃ箱で遊ぼう。あー、お腹すいた。
お腹すいたな、こんな時ないですか？あら、偶然にもこんなところに美味しそうなものがたくさん。あら、ここには大根。ここにはおててのもみじまんじゅう。ここにはおめめの目玉焼き。たまにはごま食べたくなるでしょ？そしたらおへそのごまもつまんだり。ここにはサックサクのパイがあります。でおにぎりもね、食べたくなるよね。そしたらおにぎり、おにぎり、おにぎり。あ、具はそうね、ここにお口のたらこがありますから明太子入れておにぎりを作って、あ、これでもいいね、おにぎり作って。他にはデザートには桃よね。桃、ここに桃があるから、桃。ほら、たくさんあるでしょ。あ、やっぱり欠かせないのが餃子よね。ここ、お餃子。お耳をちょっとパタンとして餃子、餃子もある。てんこ盛り。特別歌はございません。食べたいものをその場で食べてください。え、それじゃあいっこ。大根、パク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 、はい、食べてください。パクパク、美味しそうです。じゃあ次、もみじまんじゅう。パク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 、美味しいな。やっぱり餃子よね。餃子、パク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 。ごまが食べたくなる。パク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 、パイもパク、パイもパクですね。あ、ちょっとなんかここにもずくがあるから、もずくもパク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 。で、紅ほっぺがあって、ここにちごがあって、食べちゃう。パク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 、紅ほっぺパクパクパク。ここにもデザートがあって、あ、デザートって言った、桃。桃、はい、パク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 。あー、おいしい、おいしい。他には何か、ここに穴の開いたレンコンさん、あ、もしくはちくわ、お好きな方どうぞ。パク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 、おいしい。目玉焼きもパク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 。やっぱり餃子が食べたい。パク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 。あー、おいしかった。お腹がいっぱい。でももう餃子は別腹。もう一回餃子食べよう。パク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 、おいしい、おいしいね。どうもありがとう。あー、お腹がいっぱいだ。眠くなってきた。一緒にお昼寝しようか。グーグー、眠りのグーグー、お腹のグーグー、どっちのグーグー。こんな親子ふれあい遊びでした。ぜひやってみてくださいね。子供ニュースで遊ぼう。子供ニュースのお時間です。このコーナーではみんなの最近あった出来事を紹介していきたいと思います。例えば、じゃじゃん、熊本市にお住まいのぼくちゃん8ヶ月、最近上の歯が生え始めてきました、だそうです。おめでとう。みんなの頑張るぞを応援したり、おめでとうをみんなでお祝いしたりしたいと思います。ぜひ送ってくださいね。第1回目をご覧いただきましてどうもありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。お家の中でハッピーラッキーを一緒に見つけていきましょうね。一つでも多くお気に入りが見つかりますように。それではまた会う日まで、ごきげんよう。バイバーイ。